ん、佐藤です。今日は皆さんにお礼と、ちょっとお知らせがあって動画配信してます。まず、まず、まず、お腹が空いたらモンスター登録者さんがめでたく30万人になりました。ありがとうございます。いやー、感慨深いですね。この10万人ずつのね、増えていく節目に皆さんにこうやってお礼を言わせていただいてるんですけど、毎回思うのは本当にね、みんなが毎週動画配信を楽しみにしてくれてるから動画作り続けられるなとか、いろいろね、リクエストをくれるから次こういうの作ってみよう、いいの作ってみようっていうのが出てくるなとか、もう本当に見てくれるみんながいるからっていうのと、待ってくれてるみんながいるから動画作り続けられるなっていう風に思ってます。その動画作ることによってね、また私も新しい料理を発見したりとかね、新しい味に出会ったりとか、すごく YouTube を始めて私の中の食もめちゃくちゃ豊かになったなっていうのを実感してます。はい、これからもですね、皆さんにどんどん新しいね、食の体験のね、動画を見てもらえるように頑張って作りたいなと思ってますので、またこれからも引き続きよろしくお願いします。本当にいつもありがとうございます。でですね、30万人記念の動画もまたちょっと撮影したいなっていうふうに思ってるんですけど、実はちょっともうやりたいのが決まってて、決まってるんです作りたいものは決まってるんですけど、せっかくなのでそこにちょっと乗っけるものをみんなからコメントもらいたいなと思ってて、何かと言いますと、特大のお子様ランチ、いや大人様ランチを作りたいなというふうに考えてます。なので、まあ定番のね、お子様ランチに乗ってそうな食材たちをちょっと巨大にしてドカーンと作りたいなと思ってるんですけど、みんながね、好きだったお子様ランチの具材は何ですかというのをちょっとコメントで回答してほしいなっていうふうに思います。そこからね、チョイスしてちょっと豪華30万人の大人様ランチを作りたいなと思ってるので、ぜひ皆さんコメント待ってます。よろしくお願いします。はい、そしてもう一つお知らせなんですけど、なんとついにロシアンのグッズが出まーす。イエイ。はい、YouTube のコミュニティの方ではね、もう告知させてもらってるんですけど、じゃん、たまごタイムのグッズが出るんですよ。なんとヴィレッジヴァンガードさんとのね、コラボグッズになります。 T シャツとこのステッカー10種類と缶バッジ3種類、あとこれサコッシュが出ることになりました。全部卵タイムです。今回全部ね、デザインはこれです。卵がいて、卵タイムって書いてあって、お腹が空いたらモンスターって書いてあったり、ここにロシアンがいたりとかしてね、ここにロシアン佐藤って書いてあったりとか、エンブレムのね、デザインみたいなのね、ちょっと卵タイムを当て込んだ感じになってるんですけど、はい、もう本当にいろいろ要望とか聞いていただいて、デザインはでも本当全部一からロシアンを起こして、イラストレーターでちょっとベクターにして入稿してっていう風にしました。なのでもうデザインについては 100% ロシアンお手製っていう感じなので、ぜひね、皆さんに気に入ってもらえたら嬉しいなと思って作ってるので、お、いいじゃんって思われた方はね、ぜひぜひお手に取っていただけたらなと思います。はい、そしてストアイベントが決まってて、6月9日15時からまずヴィレッジヴァンガードお茶の水店でストアイベントやります。そして6月10日がヴィレッジヴァンガード公園時点で13時から、あと5時からヴィレッジヴァンガード町田店で同じくストアイベントが開催されます。そのイベントの時はロシアン、そのお店に行くので、皆さんとお話ししたりできるかなっていうふうに思ってます。詳しい内容は、動画の概要欄と、あとコミュニティに画像付きで載っけてありますので、そちらを確認してもらえたら嬉しいです。
遠くの方とかね、買いたいよっていう方いらっしゃいましたら、オンラインストアでも6月9日からかな、販売が開始されるみたいなので、ぜひぜひそちらも見てもらえたらなと思います。はい、登録者さんが30万人超えて、そしてグッズもね、出させてもらって、本当に充実した YouTube ライフ送らせてもらってますので、みんながね、もっと楽しめるように動画これからも頑張りたいと思いますので、ぜひぜひまた動画見てもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。イベント来る人楽しみに待ってるよ。イベントで会おうねー。